三国演義羅漢中第十八回カー文化敵を図って勝ちを決し加工とん矢を抜いて眼を食らう。さて核は曹操の意中を見抜いたのでその裏を書こうと長州に言った。それがし矢倉より見ておりましたところ、曹操は3日の間東条の周りをうかごうておりました。彼は東南角のレンガの色の違い、酒盛りの痛みの激しいのを見て、かしこから攻め入る腹を決めたに相違ございませぬ。それゆえ西北の方に草を積み上げて規制を上げ、我が方を西北に、乾に引きつけようとしておるもの、必ずや野因に紛れて東南角から乗り込んでくるでございましょう。しからばいかがしたらよいのじゃ。それはいとやすきこと。明日屈強の者どもに十分の兵糧を取らせ、身軽ないでたちをさせて、辰巳の民家に潜ませた上、百姓どもに兵士の格好をさせて、乾の固めおるよう見せかけ、夜寄せ手が辰巳の隅に取り付いても相手になさらず、城壁を乗り越えたと見るや、石火矢を合図に一度に伏兵を繰り出せば、曹操手取りともできようものにござる。長州は喜んでその計に従い、手はずを整えた。これを早く見て取った物見の兵が、長州は城中の兵をことごとく西北角に集めて規制を上げ、東南角を空にしていると報告してきたので、曹操は、わしの思うつぼじゃ。と杉桑など城壁によじ登るための道具を密かに用意するよう命じ、昼の間軍を率いて西北角ばかり攻め立て、二甲にかかる頃よりすぐった兵を率いて東南角の堀を越え酒盛を切り開いた。それでも城内しんと静まり返っているので、一斉になだれ込むところ、石火矢の音一発複製四方から打って出た。曹操が慌てて軍を退けば、長州自ら屈強の者どもを励まして切り立てたので、惨敗を喫して数十里も敗走した。長州は明け方までもみ立ててようやく味方をまとめ、城に引き上げる。曹操が損害を調べたところ、討ち取られた兵5万余、失った市長数数知れず、市長数知れず、旅券雨金まで手傷を受けていた。さて、核は曹操が敗走したのを見るや、劉表へ使者をやってその退路を断ち切らせるよう長州に勧めた。劉表は書面を受け取り、直ちに出馬しようとしているところへ孫策が孤高に兵を出しているとの早馬。孫策が孤高に兵を出したのは曹操の計でございますぞ。今曹操が敗れた木に討ち取ってしまわねば、先々災いの種となりましょう。と改良に言われて、劉表は高宗に命じて長江よりの道筋を固めさせ、己は自ら軍勢を率いて安州県に出陣、曹操の退路を断つこととし、長州にこの旨を知らせた。長州は劉表が出陣したと知るや、各と共に軍勢を率いて曹操を追った。ここに曹操の軍はしずしずと退いてきたが、上県について幾水に差し掛かったとき、曹操がにわかに馬上で声を上げて泣き出した。皆が驚いてその訳を尋ねると、曹操は、去年ここで落命した大将天意のことを思い出し、我にもあらず泣いてしまったのじゃ、と言い、そこで軍を止めて追悼の祭りを盛大に執り行い、天意の暴行を慰めたが、曹操が自ら甲を滝涙ながらに礼拝する有様を見て、全軍深く感じ入ったのであった。天意の供養を済ませた後、老いの曹安民と長子曹公並びに陣没した将兵を供養し、射殺されたペルシャ馬までも祀った。あくる日、にわかに純育からの使者が到着し、劉表が長州に加勢し、兵を安州に出して味方の帰路を断とうとしております、と伝えてきた。曹操は、わしが日に数里しか進まぬのは、賊が追ってくるのを知らぬからではないぞ。考えあってのことじゃ。安州にいたらば必ず長州を破ってみせる。半ずるには及ばぬ。との返書を使者に渡し、
軍を急がせて安州県に差し掛かった。時に劉表の軍勢はすでに要害を固め、背後からは長州の軍勢が迫っている。曹操は野営に紛れて山道を切り開かせ、伏線を潜ませた。劉表、長州の両軍は空が白んでくる頃合流したが、曹操の軍勢が少ないのを見て、曹操が落ち延びたものと思い、兵を率いて山あいの道に攻め込んだ。そこを曹操伏線を一時に出して散々に打ち破り、安州県境の要害を突破し、平地に陣を取った。劉表、長州はそれぞれ敗兵を取りまとめて一緒になり、劉、なんとむざむざ曹操の関係に落ちたな。長、急ぐことはござらぬぞ。ゆるゆると討ち取ることにいたそう。と両軍、安州に集まった。さて、淳育は袁紹が兵を起こして巨都を犯そうとしているのを探知したので、急遽曹操に使者を差し立てた。曹操はその書面を得て慌ててその日のうちに引き上げることとした。患者がこれを長州に知らせてきたので、長州が追おうとするのを書くが、追うことは禁物、追えば必ず破られましょうぞととどめたが、劉表が今日追わねばいたずらに好機を逃すというものじゃとしきりに長州をいざない、1万余りの兵を率いて共に後を追った。十里余りして曹操の五詰めの軍に追いついたが、曹操の軍勢の思いもよらぬ奮戦に追っての両軍は大敗を喫して戻った。長州が書くに、貴公の言を聞かず見事にやられてまいったわと言うと書く、今こそ軍を整えて追撃なさいませ、敗れて帰ったばかりの今もう一度追えとはと二人が聞くと、こたび追えば必ず解消することができまする、もしできなければそれがしの首を信ぜましょう。長州はそれを信じたが、劉表は疑って出陣しようとしなかったので、長州が手勢を率いて追撃したところ、曹操の軍は果たして散々に駆け散らされ、軍馬市長などを道筋に捨てて逃げ去った。長州がさらに追い打とうとした時、にわかに行く手の山陰より一体の軍馬が押し出してきたので、追撃を諦め軍を取りまとめて安州に引き上げた。劉表が閣に尋ねた。先には屈強の兵を持って退却する兵を追ったのに、貴公は必ず破られると言われ、後には敗兵を持って勝った兵を撃つのに、貴公は必ず勝つと言われ、いずれもその通りになった。全く逆のことを言われて共にお言葉にたがわなかったのはどうしてでござるか。何とぞお教え願いたい。これはいとたやすきことにござります。将軍は戦略に長けておいでとは申せ、お見受けいたすところ曹操の敵ではござらぬ。曹操は敗れたとはいえ、優勝をご詰めとし追手を防ぐこと必要でござれば、味方がいかに手ごわうとも相手にはなりませぬ。故に敗られるは必要と思ったもの、また曹操が帰陣を急ぐのは必ず巨都に返事出退いたしたためにござれば、味方の追手を打ち破りし上は、ご詰めの手配もいたさず、ひたすら先を急ぐに相違ござらぬ。その挙に乗じて重ねて追い打ちしたがゆえに、破ることができたものにござる。長州劉表ともにその貢献に感服したが、貢献高い見識。各から劉表は慶州に帰り、長州は上城を守って互いに助け合うよう勧められて、両名それぞれ陣を引き払った。さて曹操は先を急ぐうち、五詰めが追っ手を受けたと聞き、急いで諸将を率いて加勢に馳せつけたが、長州の軍勢すでに退いた後であった。敗兵が、もし山陰より押し出した軍勢が支えてくれなければ、我ら皆手取りとなっていたところでござりました。と告げたので曹操が急いでその者を召すと、槍を小脇に馬を降り、曹操に献参したその武将は、陳宜中老城甲賀郡平春の人、姓は李、名は通、あざな文達であった。曹操がどうしてこれへと尋ねると、それが近頃女難を守りおりますが、この度上将が長州劉表と御合戦と聞き及び、お力添えに馳せ参じたものでございます。との答え。
曹操は喜んで彼を健康校に奉じ、序南軍の政権を固め、劉表長州に備えるよう命じれば、李通は敗者して任地へ向かった。曹操は京都に戻ると孫策の大功をたたえ、東逆将軍に奉じて五校の爵位を賜るよう奏上し、勅使を江東へ下校させて、劉表を防ぎ平らげるよう都の御事りを伝えさせた。曹操が上昇府に帰り、書簡の挨拶が済んだ後で淳育が尋ねた。上昇が安州まで退く際、わざと行軍を送らせられ、必ず勝つと仰せられたのはいかなるわけにござりまするか。あの時はな、前後を挟まれて退路もなく、生きるか死ぬかの戦いより他になかったので、奇襲を用いるためわざと敵をおびき出したものじゃ。それゆえ必ず勝つと申したのじゃ。淳育はこれに感服した。なるほどね。ところへ閣下が思考した。どうしたのじゃ、遅いではないかと曹操が言うと、閣下袖の中から一通の書面を取り出し、ただいま袁紹の使者が上昇への書面を持参いたし、公孫さんを攻めるため兵糧と軍勢を借用いたしたいと申し越してまいったのでございます。袁紹は挙党を狙いおると聞いたが、わしの帰ったのを見て気を変えおったのじゃな、と封を切って読めば、その件にすこぶる傲慢なので閣下に尋ねた。なんたる無礼なやつか。キャッツを打ち平らげたいものじゃが、それには力が足らぬ。いかがしたらよかろう。劉邦が項羽の敵でなかったことは殿もよくご存知のはず。ただ公祖劉邦は地にて勝ち、項羽ごとき豪の者もついに手取りとされましたが、今袁紹には10の敗因があり、殿には10の勝因がござります。袁紹は兵力に優れたりとは申せ、恐るるには足りませぬ。彼が半分熟練であるのに対し、殿はすべて自然に任せておられまする。これは道における将、彼が天下に逆ろうて動くのに対し、殿は人民の望みに従おうて天下を従えておられます。これは義における将、慣例にてこの方対ご大政ゆるきに失しておりまするに、彼がこれに寛大に望みおるのに対し、殿は一点たりと法を揺るがせには なさりませぬ。これは地における将、彼が寛容に彼が寛容な外面の裏に深い失志を隠し、持ちうる者もほとんど援助に限っておるのに対し、殿は一見粗雑にして実は高いご見識を隠され、人を持ちうるにもその才を第一に重んじられます。これは度量における勝ち、彼が計りごと多く決断に乏しいのに対し、殿は策を得られれば直ちに実行に移されます。これは計りごとにおける勝ち。音読みより訓読みの方がいいですね。彼が名声によって人を見るのに対し、殿は真心から人に対されます。これは徳における価値。彼が気をつけるのは身近なものばかりであるのに対し、殿のご配慮は至らぬところございません。これは仁における価値。彼が取るにも足らぬ残言にも惑わされるのに対し、殿は人の残言をいるるようなことはつゆなされませぬ。これは名における価値。彼が是非を明らかにせぬのに対し、殿は法を曲げられることがございません。これは制度における価値。彼が虚勢を張るのを好んで傭兵の術を知らぬのに対し、殿は科をもってよく衆を制せられ、その傭兵は神のごとくでございます。これは武における価値。殿にこの十の勝因ある上は、袁紹を破ることなどいともたやすいものでございます。曹操は笑って、わしはとてもそなたの言うほどのものではないわ。淳育、各方向殿の十勝十敗の応接、それがし全く意義ござりませぬ。袁紹の軍勢など恐るるに足りましょうや。閣下、下が助手の呂布こそはこの上もなき厄介者。今袁紹が公孫さん討伐に北上する隙に、まず呂布を滅ぼして東南の各地を平らげ、その後袁紹平定に取りかかるのが上策と心得まする。
さもなくば我らが炎症にかかれば、呂布がその虚に乗じて巨頭を襲うは必要。こと面倒になるでございましょう。曹操はこの言を入れて呂布討伐のことを協議したが、淳育に、まず劉備に使者をやって手はずを整え、返事を待って出陣するのが首当かと存じますと言われて、玄徳に書面を送るとともに、袁紹からの使者を熱くねぎらい、袁紹大将軍大尉に報じて、紀政雄兵四州の都督を兼ねさせるように奏上し、密書で、貴殿は公孫さんを討たれよ、我ら十分の援助をいたすと答えた。袁紹はこの密書を得て大いに喜び、直ちに公孫さん討伐に打ち立った。さて呂布は徐州にあったが、いつも幕僚を集めて宴席を張るごとに、陳恵親子が口を極めて呂布の徳を称えるので、陳久は心よからずを持って折を見て呂布に言った。陳恵親子が将軍にこびへつらうのは、何か下心あってのことかもしれませぬ。ご用心申されますよ。何を抜かす、貴様罪もなき者を懺悔する気か。呂布の一括にあって陳久は外にいで、中言が入れられぬようでは、ここにいてはわしの命も危ういのと吐息を漏らし、呂布を捨てて立ち去ろうと思ったものの、そこまでは用できず、かといってまた人の笑い者にされはせぬかとも思って、終日うつうつとして楽しまなかった。一日友を数機引き連れて勝敗の地内に憂さ晴らしの狩猟に出かけたところ、街道を飛ばしてゆく一騎の駅馬を見かけた。駅馬というのは紅葉の飛脚って書いてありますけど、別に人が歩いてるわけ、走ってるわけじゃないと思いますが、まあ 馬で運んでるわけでしょうけどね。置いといて、不審に思った陳久が狩りをそのままに友を率いて近道から追いつき、お前はどこの使者じゃと尋ねたところ、その使者は呂布の部下だと知って慌てて返事もできずにいる。身体を探らせてみるところ、見ると玄徳より曹操に宛てた密書が出てきたので、密書ともども呂布の前に引っ立てた。呂布が正すと、曹丞相が私に劉予州殿への書面を届けさせられ、これはその返書にござりまするが、内容は存じませぬとの使者の返事に封を開いて念入りに読んだ。その文章は、呂布を討たんとの尊命を報じ、日夜気を伺いおりまするが、それがし無勢にて大将の数少なく盲導もできかねておるところ、上昇もし大軍を起こされんとなら、それがし先駆けを務めいたすべく、喜んで兵備を整え、ご加盟お待ちいたしております。呂布は読み終えて、おのれ曹操、よくもたばかりおったなと、直ちに使者を打ち首にし、まず陳久造派に命じて、泰山の山賊孫漢五トン陰霊正気らと手を結ばせ、東の方三島遠州の諸軍攻略に向かわせた。さらに高順長領を勝敗城へ向けて劉備を襲わせ、宗建義賊を西へ向かわせて、序南永泉両軍を攻めさせた。呂布は自ら中軍を率いて、この三軍の帰急に備えることとした。さて高順らが兵を率いて徐州を打ち立ち、勝敗に近づいた時、これを人が玄徳に知らせた。玄徳が急いで皆を集めて協議する時、孫権が言った。速やかに曹操殿に急を告げるがよろしいと存じます。なるぞ、巨都へ行ってくれぬか。それが死にお申し付けくださりませと、木座橋の下から進み出たものがある。見れば玄徳と同郷の人、清和官名は陽、あざな剣は時に玄徳の幕僚になっているものである。玄徳はすぐさま書面をしたためて官陽に渡し、急ぎ巨都へ加勢を求めに行かせた。同時に防備の兵器を整えて、玄徳は自ら南門を固め、孫権を北門に雲長、西門に張飛を、東門に東門に配し、美塾とその弟美宝に中軍を守らせることとした。元来美塾には妹が一人あって、玄徳の第二夫人となっていたので、玄徳はこの兄弟と義理の兄弟の間柄にあり、それゆえ中軍の守護を命じ、家族を守らせたものである。高順の軍至るや玄徳は櫓に登って、
身どもは宝泉殿にあだした覚えはない。何とて押し寄せたのじゃ。貴様そうそうと手を結んで我が主君を滅ぼそうとしたではないか。ことすでに露見したぞ。そうそうに幕につけ。というなり光純は軍勢に下地して寄せかかったが、玄徳は門を固く閉ざして取り合わない。明くる日長領が兵を率いて西門に攻めかかったが、雲長が矢倉からお見受けいたすところ、貴公の人品いやしからず、何とて逆賊に組みされるか。といえば長領は神戸を垂れて物も言わぬ。雲長はこの人に忠義の心あるを知って、その上悪馬を加えず打ってでもしなかった。長領が兵を退いて東門へ回るや、張飛が直ちにこれを迎えて打って出た。これを早くも観光に知らせるものあり、観光を急いで東門に駆けつければ、張飛が城を打って出て、長領がすでに引いた後である。張飛が追いすがろうとするのを観光は急いで城内に呼び戻した。あいつが怖がって逃げておるのに、どうして追ってはいけないのじゃ。あの男はお前にも劣らぬほどの豪のものじゃが、わしが正義を持って説いたので大いに恥じ入り、我らとは戦おうとしないのじゃ。張飛はその意を悟って兵士らに城門を固く守るよう命じ、重ねて打って出ようとはしなかった。さて、官僚は巨都について曹操にまみえ、事情をつぶさに説明した。曹操は直ちに幕僚一同を呼び集めて協議した。わしは劉布を討とうと思うが、袁紹の手出しはさておき、劉表長州が留守を狙いはせぬかと気がかりなのじゃが、と曹操が言うと淳雄が、かの二人は敗れたばかりのこととて、まだ軽々しゅうは動きますまい。劉布は勇猛な男、もし袁術と結んで淮水汜水一帯に羽を伸ばされては、ますます面倒なことになりましょうぞ。と言い、閣下もこの度初めて謀反いたし、まだ人心をつかまぬ今のうち、早々に攻めるがよろしいかと存じます。曹操はこれに同意して、すぐさま加工屯と加工園、旅券、利点らに兵5万を与えて先行させ、自ら大軍を率いて陸賊と打ち立った。官僚はこれに随行した。このことを早くも物見の者が光純に知らせ、光純は呂布に早馬を飛ばせた。呂布はとりあえず後世、各坊、宗成らに200騎を差し添えて、光純の加勢に向け、勝敗城から30里のところで曹操の軍勢を迎えさせるとともに、自らも大軍を率いてその御詰めをした。玄徳は勝敗城内より光純が退去していくのを眺め、曹操の軍勢が来たことを知ったので尊敬に知ろう。美塾美宝に家族を任せて、己は艦長二皇とともに、城内の全軍を率いて城で曹操の軍に呼応すべく、左右に開いて陣を取った。さて、加工屯は軍を率いて進んでくるうち、光純の軍勢と真っ向からぶつかったので、直ちに槍をしごき、馬を踊らせて戦いを挑んだ。光純これを迎え撃って、両馬欠けた豪こと40-50号に及び、ついに敵しきれず、自陣目指して駆け戻る。加工屯がこれに追いすがれば、光純は陣の周りを回って振り切ろうとし、加工屯は執拗に食い下がって、同じく陣の周りを追い回した。陣中からこれを眺めていた宗成、密かに弓に矢をつがえ、よくよく狙いを定めて、ひょうと放てば、ぶつりと加工屯の左の目に突き当たった。加工屯わっと一斉叫んで、急いで矢を引き抜いたが、目の玉まで抜けて出てきたので、これは父のせい、母の血じゃ、捨ててなるものか。とそのまま口に入れて飲み込むや、再び槍を取り直し、宗成めがけて馬を踊らせば、宗成、不意をつかれ、たちまち顔の真っただ中に穂先を受けて突き殺され、これを見た両軍の兵士、一衆息を飲んだ。加工屯が宗成を討ち取って味方の陣へ馬を飛ばせれば、
光順その後を追い、全軍に下地してなだれかかったので、曹操の軍勢は散々に打ち崩され、夏侯惇は、夏侯淵は兄を助けて逃れ、旅券、李典も敗軍を率いて西北まで退き、陣を取った。光順は寄せを買って軍勢を戻し、玄徳を討ち取ろうとする。ところへ、両府の大軍も到着し、長領光順と共に三手に分かれて、玄徳、官長、三人の陣へ押し寄せる。まさに、これ。目の玉、狂うて叩こうても、やじり食ってはとてもたまらぬ、というところ。うまいこと言うな。さて玄徳の勝敗のほどはどうなるか、それは次回で。以上、カー文化、敵を図って勝ちを決し、夏侯惇、矢を抜いて眼を食らう、終わる。なんか銃の勝因とかもっとかっこよく読めればよかったんですけどね、全く初見で読んでいますので、こんなもんでしょう。いや、この最後のこの言い回しが面白いですね。目の玉を食らって戦っても、矢尻食らってはとてもたまらぬ。しかしこのね、戦場のやっぱりこう意識っていうのは普通と違ってるでしょうから、こういうことをやっちゃって平気なんでしょうけどね、なかなかこれはなかなかですね。というわけで、それではまた後ほど、ありがとうございます。ごきげんよう。